キツネさん、遊びに来たよ。あれ、誰もいないけど留守なのかな。うーん、何もしないのも暇だな。というか、朝から何も食べてないしお腹が減ってきたぞ。あ、そうだ、キツネさんが戻ってくる前に冷蔵庫を漁ってみよう。何かないかな、何かないかな。むむ、これはハーゲンダッツのアイスだ。というわけで早速いただきまー。ごちそうさまでした。見たわよ。ひー、その声はキツネさん、どこにいるの。な、何もないところからキツネさんが出てきた。全部見たわよ。タヌキさんが私の大事に取っておいたハーゲンダッツを食べる姿も。何のことかな。そこにある空の容器は何なのかしら。ごめんなさい。というか、キツネさん、どこでそんな忍者みたいな能力を身につけてきたの。ああ、ちょっと興味本位で壁に化けてタヌキさんの様子を観察してたのよ。何その羨ましすぎる能力。羨ましいと言っても、自然界にはこんな風に何かに化けて擬態している面白い生き物はたくさんいるのよ。擬態？ああ、そういえば今まで紹介した生き物もそんな能力を持っていたような。擬態の能力に特化した生き物たちから学べば、私のように完全に隠れることもできるのよ。なんだかめちゃくちゃな理屈だな。というわけで今回はすごい擬態能力を持った生き物について紹介していくわ。すごいと言っても、生き物の擬態なんて人間からすればすぐに見破れるものばっかりじゃない。やっぱり人間の目の良さと賢さまで欺ける生き物なんてそうそういるわけ。たくさんいるわよ。え？じゃあ生き物の紹介に入る前に、まず擬態がどんなものか誰でもわかるように解説すると、他の物体や生き物など別のものに姿を似せることで天敵から見つかりにくくなり、攻撃から逃れることができるの。身近なものだと、木に張り付いているセミやガなんかは白や茶色の地味な色をしているけど、これは木の色に同化することで鳥などの天敵から見つかりづらくする目的があるの。蝶と蛾の違いでも、蛾の体の色が地味な理由でちらっと紹介してたよね。それとバッタ、カマキリ、イモムシなど緑色の昆虫の場合は緑の葉っぱの近くで生息しているからその色になったの。つまり擬態というのはとても身近な能力で、ほとんどの生き物が生息地に合わせて最適な体色を選んでるの。でもバッタやカマキリ、セミなんて人間が見れば一発でわかるよね。やっぱり生き物の擬態能力なんて大したことないんじゃない。まあまあ、これから紹介する生き物たちを見ればその考えは間違いであるとわかるはずよ。本当かな。ちなみにこういった隠れる擬態以外にも、他の似た動物に化けたり、蜂じゃないのに蜂のような見た目になる化ける擬態の得意な昆虫もいるけど、今回は隠れる擬態のエキスパートを中心に紹介するわ。どんな生き物がいるんだろう。まず紹介するのはハナカマキリよ。これは以前に動画にしたカラフルな生き物ランキングでちらっと紹介してたね。ハナカマキリは名前の通り、鼻に擬態して蝶を待ち伏せして飼っているカマキリの一種で、擬態する鼻の色に応じて白色、ピンク、黄色の体色を持つタイプもいるんだけど、このようにカラフルな色を持っているのはメスだけで、オスは地味な色で体も小さいのよ。オスはなんでカラフルじゃないの。以前の動画の繰り返しになっちゃうんだけど、ハナカマキリのメスは鼻の擬態の完成度を高めるために、基本的に鼻の上から動かずに獲物をじっと待つんだけど、これがオスも鼻の上でじっと待つ生活だったら一生2匹は出会うことができないでしょ。あ、確かにそうだ。だからオスは小さく見つかりにくく移動しやすい体になることで、守りの擬態よりもメスを見つけるための動きやすさが優先して進化した結果、オスメスで見た目が大きく変わるようになったのよ。つまり待ってるだけじゃ出会いは作れないと。人間の世界でも同じことが言えるんじゃないかしら。ちら。次に紹介するのは枯葉カマキリよ。あれ、またカマキリ。そうね、カマキリつながりだけど、こっちの場合は名前ですぐにわかるけど枯葉に擬態しており、遠目から見たらボロボロに破けた枯葉に見えることからその名前が付けられたわ。うーん、これも本当に枯葉にしか見えないんだけど。枯葉カマキリにはヒシメネ枯葉カマキリや目玉枯葉カマキリなどがいるんだけど、どちらも高度に枯葉に擬態する能力を持っており、一匹一匹色の濃さ、模様の配置なども違うことから、近距離で実物を見ても動かなければ本当に人間の目でも見分けがつかないぐらいよ。
実際に私も展示されてる実物を見たことあるけど、ショーケースの中でも数分は見つけられなかったわ。ここまでしないと生き残れない自然界も大変だな。実際に動いている姿が見たい人、枯葉カマキリの動画を見たい人はこちらをチェックしてみてね。次に紹介するのはコノハムシよ。葉っぱに擬態するといえばこちらも紹介しておかないとね。え、キツネさん、これさっきの枯葉カマキリの色違いじゃないの？いいえ、これはれっきとした別の生き物で、カマキリではなく七不思の仲間なのよ。ああ、七不思ってあの枝にそっくりな昆虫だっけ？まあそれも後で詳しく紹介するわね。コノハムシは熱帯アジアのジャングルに広く分布しており、20種類程度が確認されているわ。枯葉カマキリと同様に葉っぱに擬態しているので見分けがつきづらいけど、こちらは青々とした緑色の葉っぱに擬態している種類が多いため、色で見分けることもできるわ。ふむふむ、こんな形で緑色をしてたらコノハムシってことかな？と言っても周囲に合わせて黄色や茶色に擬態していることもあるから一概には言えないわね。でも枝についている葉っぱに擬態するせいか、模様が少なくシンプルな見た目をしているのが特徴ね。次に紹介するのは七不思よ。これは身近で見つかるレアな昆虫の動画でも枝みたいな虫って紹介してたね。そうね、七不思は生き物の中でもちょっと珍しい木の枝そのものに擬態している生き物で、触っただけで折れてしまいそうな異様に細長い体が特徴的ね。見た目はヘンテコだけど、これなら確かに天敵に見つからなさそうだよね。擬態のおかげなのか、世界には約2500種類の七不思の仲間が生息しているのよ。2500種類、想像以上に生存競争を生き抜いているのよね。それにこの細長い足でも自身の40倍もの重量のものを運搬することができるパワーを持っており、産業ロボットの開発のためにミュンヘン工科大学などがロボットの設計のアイデアに取り入れたりしてるのよ。うーむ、か弱そうな虫だと思ったけど侮れない。そしてキツナガリで次に紹介するのはトゲヘラヤモリよ。え、どう見てもただの木にしか見えないんだけど、どこにいるの？これは1匹だけじゃなくて2匹が交差するように寝ているから、頭の位置が分かれば見えてくるわね。わわ、目印つけてようやく2匹いるのに気づいたよ。トゲヘラヤモリは体長13センチほどのヤモリで、見た目の通り木の皮に擬態できるボコボコとした体表が特徴的で、普段は木の幹に覆いかぶさるようにじっとしているのよ。色を似せるだけじゃなくて細かい模様レベルでここまで木を再現してるのは驚きだね。ってことはさっきの七不思みたいにかなりの数が生息しているのかな。現在は絶滅危惧種に指定されてるわ。擬態のレベルが高ければ生き残れるんじゃなかったの？直接的な現象の理由はわからなかったけど、このトゲヘラヤモリの元であるヘラヤモリ食はペットとして飼育されることが多く、日本でも輸入されていることから捕獲によって減少している可能性があるわね。道理で減少するわけだ。でも2005年には種類ごとにワシントン条約に掲載されて輸入が禁止になり、捕獲される数は減っているわ。そしてもう一つトカゲつながりで紹介するのがエダハヘラオヤモリよ。むむ、これは葉っぱだ。そうね、これはすぐに見分けがつくような写真だけど、実際に枯葉の中に彼らが混じっていたら見分けるのはかなり困難と言えるわね。エダハヘラオヤモリも先ほどのトゲヘラヤモリと同じヘラオヤモリ族の仲間で、マダガスカル東部の海に生息しており、体長は7から10センチほどで、模様も個体ごとに微妙に異なるんだけど、こちらもペット用に飼育されることが多く、先ほどと同様に2005年からワシントン条約の保護対象になってるわ。確かに面白い見た目だから飼いたい気持ちもわかるけどね。じゃあ次に紹介するのはカムフラージュルーパーよ。なんだこれ？これは北米に生息しているシャクガの仲間、要するにガの幼虫なのよ。そんな予感はしてたけど、どうしたらこんな見た目に進化するんだろう。彼らはハナカマキリのように環境に合わせて体色を変化させるのではなく、生息地付近に自生している花の組織を剥ぎ取って自分の背中に口から出した糸を使ってくっつけるのよ。つまり自分でデコる可愛い幼虫なのよ。可愛いと言ってもガの幼虫という悲しい事実。次に紹介するのは秋のキリンソウカニクモよ。なんだかヘンテコな名前の生き物だね。でも名前にクモってついているのに蜂しか写ってないじゃん。ああ、パッと見じゃ全然わからないと思うけど、この丸で囲った部分にいる白いものがクモなのよ。ええー、
本当に全然気づかなかった。この雲は白色だけど、生息している花ごとに体色を変化させており、通常の擬態が隠れる目的で使われるのに対して、こちらの場合は蜂や蝶など花に寄ってくる獲物を待ち伏せする、いわゆるアリ地獄のようなタイプで、花の蜜を吸いに来る生き物たちをじっと待ってるのよ。なるほど、巣を作らない代わりにそうやって待ち伏せするなんて賢い戦略だね。実際に花にくっついている秋のキリンソウカニクモの姿はこちらの動画でもチェックできるから、気になる人はぜひチェックしてみてね。次に紹介するのはキノカワガよ。むむ、これは真ん中のちょっと右あたりにいるぞ。そうね、この写真でも結構擬態しているけど、キノカワガは木の皮に擬態するタイプのガの一種で、地味な色で木に擬態しているガの中でもトップクラスに木に近い模様を身につけているのよね。確かに油断してたら人間でも見落とすだろうし、これじゃあうかつに木に寄りかかれないな。木の皮にはこんな風に擬態して潜んでいる虫もいるから、間違って手で潰さないように要注意ね。じゃあ最後に紹介するのは紫シャチホコよ。え、シャチホコ？それどころかただの葉っぱじゃん、生き物でもないじゃん。まあこの写真じゃそう思ってしまうのもしょうがないわね。というわけで別アングルの写真も用意してみたわ。あ、これはガダーン。何これ、僕の知ってるガの形と全然違うよ。そうね、ここにガが写っていると言われても止まった時の羽の形から全く想像ができないわよね。この生き物は今まで紹介した同じ物体の中に紛れて隠れるというタイプの擬態よりもはるかに完成度が高く、単体で地面にいるだけでも本当に葉っぱにしか見えない立体感と枯れ具合を的確に再現しているのが特徴よ。完成度がすごいのは分かったけど、これじゃあ羽が変な形になってて飛べないんじゃないと思うでしょ。でも紫シャチホコは普通のガと同じように飛ぶ能力も失っておらず、羽を広げた時はこのように端っこが曲がった形になっており、これを2つ重ねて葉っぱの形を再現しているの。すごい生命の神秘を感じる。口で説明するよりも動画を見てもらった方がどんな風に羽を畳んでいるのか分かりやすいんじゃないかしら。この動画では実際に動いてる様子、飛ぶ瞬間をじっくり観察することができるわよ。分かっていてもあの葉っぱの形から普通のガと同じように飛んでいくのは驚きだな。以上がすごい擬態能力を持った生き物の紹介よ。今回は尺と写真の素材不足で紹介できなかったけど、ピグミーシーホース、コノハヒキガエル、オオコノハズク、オニダルマオコゼなどなど、すごい擬態能力を持った生き物は他にもいるから、ぜひ調べてみてちょうだいね。ほとんど見破れなかったよ。想像以上に生き物の擬態ってすごかったんだね。生き物たちは捕食されたらおしまいだから、少しでも環境を味方につけて生き残れる可能性をアップしていて、野生動物はもちろん人間にも見破れない高度な擬態能力を持つ生き物はたくさんいるわね。そしてうちのチャンネルでも過去に尻尾を蜘蛛に擬態させたヘビ、スパイダーテイルド鎖ヘビを紹介してるから、もしまだ見ていない人がいたらこちらの動画もチェックしてみてね。また見返してこようっと。ところで最初にハーゲンダッツ食べた件だけど、同じの2個買ってくれたら許してあげるわよ。はい。ふふふ、計画通り。今日はこの中にもう一匹擬態をしている生き物が混ざっているよ。こんにちは。声優と VTuber をしている富安智恵です。今日のたぬきさんボイスは私が自分の声を擬態して喋ったものです。気がついたかな。今日のたぬきさんやけにナチュラルボイスだと思ったらご本人様が化けてたのね。もしかしたら途中で気づいた人もいるかもしれないけど、今回の動画はたぬきさんの声優である富安智恵さんとのコラボで視聴者ドッキリを仕掛けてみたわ。びっくりしたかしら。好きな声優さんだし、コラボの依頼来た時は心臓止まった。しかもその日誕生日だったんだけど。ちょっと編集の人は静かにしてなさい。というわけでせっかくだし、今回は富安智恵さんにいくつか質問をさせてもらおうかしら。じゃあ富安智恵さんは普段どんな活動をされているのかしら。普段はプロの声優として活動してるほか、ボーカリストなんかもやっています。たぬきさんの声の元になっているボイスプログラムも私の声ですね。リトルバスターズの夏目凛ちゃんでめちゃくちゃハマっ。いいから静かにしてなさい。じゃあ次に声を当ててるたぬきさんとうちのチャンネルを見た時はどうだったかしら。
いや、面白そうと思って見てた動画から自分の声が聞こえてきたので嬉しかったですよ。ご本人様から見てもらえるなんてとても光栄ね。きっとうちの編集担当も天国で喜んでると思うわ。ところでタミヤスさんも2018年12月から YouTube チャンネルで動画投稿を始めているようだけど、そっちでは普段どんな動画を投稿されてるのかしら。相方のみやぞう、声優の成瀬みやちゃんと一緒に日曜日は生配信、不定期で動画投稿、それ以外にもソロ配信とかいっぱいやってるので見に来てください。特に見どころは ASMR 動画かしらね。やっぱり本職の人はクオリティが段違いだもの。あと最近だとホラーゲーム実況とかで本気の絶叫をしてるのも面白かったわ。概要欄にチャンネルへのリンクがあるから、ぜひそちらもチェックしてね。それじゃあ、今回の動画のラストはタミヤスさんに締めてもらおうかしら。今回はコラボご快諾本当にありがとうございました。このチャンネルに出られて嬉しかったです。また更新を本当に楽しみにしています。今日の動画はここまでです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 Twitter もやってるのでそちらのフォローもぜひ。それではまた次の動画でお会いしましょう。